ああっってあーってこんぐらいの大きさで書いてでこうちっちゃくするとあの画面のこんぐらいの字になるそうなの <laughs> そうなのだからねあんちはね今、あのー、みんながねイラストを褒めてくれるから嬉しくてねそう <laughs> 多分ね iPad とかで描いたらもっとね細かいところも描けるんだろうけどちょっと iPhone だからねまたねちょっとあれなんですけど iPhone でできる限りのイラストを描いてる <laughs> そう、フフフフフの好き。<laughs> はい。 生みちゃんご飯食べてあんちゅんのことを睨んでる <laughs> そうスマホでそう指で書いてますてかさ昨日からずっと言ってるけどさみんなみんなあの肩こり悩んでる人マジでハリいきな <laughs> 不況、不況する ハリーーえすごいよなんか多分昨日めっちゃね眠くなって寝たのはあの寝つきが良かったのは多分好天反応とかなのかなって思ったんだけどでもめっちゃいいすごいよだっていないもんここに <laughs> なんかね あの首をこう傾けるとこっちのここの筋肉がなんか邪魔するような感じがしつつこっちでこう伸びなくて引っ張られてる感じがあったんですよやる前はそれが今全然ないそうすごいな施術が終わって立った瞬間からもうめっちゃ軽いのなんかね あの髪の毛ぐらいの細い針をこうトントントンって刺してあの筋肉とかつぼに刺すよみたいなやつそう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 えだからねえも,うもう本当にすごい <laughs> おフフ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 フスフフフかフフフスマホスフフ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 こフフトフフ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  貼っってきちゃゃたりすするじゃないですかそれだからねそういうのとかにもすごいいいよそう私もさ最初めっちゃ怖かったの痛いの嫌だし痛いの嫌なんだけどでも全然ね痛くないそうまあでもねやっぱマッサージのさその揉んでもらうこの気持ちよさとかはないんだけどやってる最中の。それだけどその楽になる度は全然やっぱ針なんだな 思いましたそうそうそう針自体の痛みはないそう,そうないですその疲れてるところに刺すとこの筋肉がそうなんかギュッてギュッて収縮するからそれなちょっと筋肉痛みたいなズーンっていう痛みはあるんだけどでもなんかそういうところがないところに刺すと刺す場合は全然痛くないだから針を刺されてる痛さはないですそう <laughs> そうなのおすすめなんかすごいみんなにみんなに「みんなに針刺してこい」って言ってる <laughs> みんなに「針刺してこい」って言ってるあんち <laughs> いやでも本当におすすめなんで絶対ちょっと肩こりでもう本当にめっちゃ悩んでるっていう人は絶対言ってほしい一回は。経験ししてほしいこの この感動をもう私多分しばらく言い続ける肩こり広いんだよねーってちょっとつぶやいた女の子に対しても「やはりいきな」って言うと思う「ハリーきな」って絶対言う <laughs> <laughs> でも私ねあの顔の美容針とかやったことないんですよねあの顔にあのピクピクピクみたいな。 あれはやったことないあれどうなんだろうねあん,ちゃんの顔あんちゃんの顔がいっぱいトゲトゲになっちゃうあのやったのはね写真載せたやつはこの目の周りのこういうつぼにやるあの眼性疲労がすごいんで私にやるやつだったんだけどそう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  <laughs> だけどそのなんだろう小顔効果的なやつはやったことがないんですよ一回やってみたいの なんかもうあの針に対して抵抗なくなったから、<laughs> そうやってみたい。針。とっても楽しい。とっても楽しい。針。<laughs> ねわかる。見た目結構ショッキングだよね。すっごいいっぱい刺さって。 でも痛くないの分かったからできるあ三3日連続になったイエイイイーイ,イ,ーイ3日三 <laughs> 日連続配信ありがとうわき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  <laughs> うんはい そんなわけでね今日もねちょっと夜遅いのでそろそろね終わりにしようかなと思っておりますはいあのー、明日もライブでお会いしましょう明日楽しみバックバックの皆さんと私編 <laughs> 芝の大群さんと都内帽子さんとっても楽しみです <laughs> それではね最後にお知らせの方をして終わらと思います現在、えー、現在ニーニーは全国ツアーが開催中でございまして、えー、残すところツアーファイナルのエビスリキッドルームの公演となっております7月31日月曜日はニーニーと一緒に大暴走ニーニーと一緒にだあ 暴走 <laughs> 暴走大暴走とってもとっても楽しみいっぱいいっぱいみんなで楽しめたら嬉しいなって思ってますえっ、ー、と、えー、チケット発売中なのでぜひぜひ皆さんこの31日はニンニと一緒に大暴走しましょうはい そしてですね、明日は、えっ、ー、と、新宿ブレイズでニーニーの主催台湾ライブがあります。えっ、ー、と、明日もね、楽しみなライブなので、えー、会えたら嬉しいな。ちょっと平日で、あの、まだ分かんない仕事があれかもって人もいるかもしれないですが、ぜひぜひ、あの、あの、間に合いそうってなったら、 当日券も多分あると思うので是非是非会いに来てくださると嬉しいですそれでは以上「ニーニーの白色担当黒,かあ黒髪ロングが目印」「群馬が生んだ白雪」<laughs>「アンチョこと森島アンリでした」「今日もありがとうございました」じゃあ最後に。 みんなで練習しよう。今日のラグキーワード、ほら、あの、アウトプットすればみんな覚えるでしょ。アンチュチュアンチュでお願いします。今日のラグキーワードは。アンチュチュアンチュまたね。アンチュチュアンチュー。ま、ーアンチュ,チュ,ンチュ,ンチュまたね。わわわ。わ mm-hmm <laughs>